はい、皆さんこんにちは、しろめと申します。本日もハイカキン YouTuber 最強決定戦予選やっていきたいと思います。今回は第2回戦ということで、ただいま2回戦のお相手をお待ちしております。はい、2回戦のお相手なんですが、シャムネコさんです。よろしくお願いいたします。シャムネコさんは光アークアルタミエルをお持ちということで大丈夫ですよ。私を闇アーク持っているということでアーク対決やっていこうと思うんですけども、まずですね、みかんさんと戦った時のように縛りの内容をまずお伝えしたいと思います。まず1戦目はお互いに風属性で縛って戦います。風属性で縛って戦います。2戦目がお互いに次は水属性で縛って戦います。そして3戦目は必ず光闇アークをピックしたガチバトルをやろうと思います。あ、まだロックがスタートされてなかったんですね。はい、という形で進めていこうと思います。みかんさんとルールは変わらず3本勝負2本選手、仮に2勝した場合でも3本目は必ず行うというルールで行っていきたいと思います。それでは1戦目やっていきましょう。ファーストピックはもらいました。セアラいただきます。風属性で縛っていきます。ダイヤだ、それは強い。あー、エラードは使いたかったんですよね。となるとこういきましょうか。ダイアナは強い、風サルも強いですね。いやー、ダイアナはずるいっすね。ダイアナはずるいよ。どうしようかな。風か、そうなるとこうでいかがでしょう。でダイアナ番かな。もっとなんかあったかな。風姫とかありだったかな。あ、割と風姫ありだな。うお、リテッシュ、リテッシュも速度バフもずるいですけど、ダイアナかな。ダイアナが一番まずい気がする。風パンダ、ここは速度リーダーで向こうは体力リーダーかな。これ向こうの耐久やばい。ちょっと耐久が相手えげつないですね。こっちは回転率でなんとかしたいところですけど、さあよろしくお願いします。さあまずレオが動きます。まあセアラからいきますよね。切り刻んで縦割りスタンを入れたい。おお、リテに入ったのは美味しい。ここは一旦風サルを下げましょうか。で、リテッシュ寝ているので、これはこのまま回して、ここスタンス行きましょう。ナイススタン、いいよ。精神ショックでエラード延長。あ、抵抗された、マジか。じゃあサルに乗っけてエラード殴りましょう。ナイス暴走、殴りましょう。さて、もう一発はリテッシュに乗せて、これは爆破はせずにいきましょう。あ、痛い。ここにミスつけて、つかない、切り刻んで、ナイス、仕事するエトナー、免疫張ってリテッシュの封術を防ぎます。さて、リテ止めに行きますか。止まんない、勝てー。あー全員硬いっすね。やばい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 。
そう、ソフト属と金賞バフデバフいやこれ自利品でやばい、自利品でやばい。回復が薄い薄い薄い、全体縦割り。誰が動く誰が動く、おエトナが動く、いいっすね。これ次誰が、セアラ動けると思うんで止めたい。止まった、ナイス止まった、よし止まったよ、止まったよ止まった。置いて爆破でサルも一緒に持っていく。オッケーもらった、これはセアラナイス。セアラが仕事した、セアラエトナが仕事しましたね。あ、レオの激流で持っていくぞっていう感じですね。いやこれは全然まだわかんない、レオ1体で全然持っていかれますからね。よいしょ、スタン延長抵抗やばいよ、いやばない。ゲージ下げてスタンして、よしこれはもらったでしょ、よしありがとうございました。焦ったはい、ありがとうございました。さあ続いては、第2本目ですね、2戦目、水染めでいきたいと思います。水もねなかなかキャラ被ってくると思うのでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ファーストピックは水パンダ使っていきましょう。水イフ、そうですよね、水イフが使えますよね。コナミアとアイリエルとか使っていきたいかなと思ってるんですね。あとベラードとか、なのでベラード、あとはどこ行った、プラハ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 使いましょう。アイリエル持ってかれた、アイリエル持ってかれるのはちょっと良くない。アイリエルを使いたかったんですけど、オリオンも使いたかった、今オリオンを使おうと思ったんですよね。いやーちょっと待って、これはね結構ピンチ、結構ピンチ、結構ピンチじゃないか。水キャラは全然いない、やばい。コナミやカミラとかでダメかな、どうでしょうどうでしょう。うわこれ何番なんだろう、オリオン番かな、水イフアタッカー次第かな。今アタッカー1なのでサポーター系だったらもう水イフ番なんですけど、後ろに強力な水キャラが来るとちょっと怖い。あーそれも良くない、全体あー良くない、よくないけど水イフかな。でベスをもう速攻で落としに行きます。これカメラルフについてるな、ああよかった出てる。アイリエルは使いたかったんだけどな。はいよろしくお願いします。ベースの回転率次第っていうところありますね。牛が速いですね。ここはプラハ動かして剥がします。で、スタン入れましょう。はいない、ベースかな、ナイスボス。回復が入りますかね。
オリオンがいたずらをしてきます。うー仕事する。さあこっからがどんどん決まる。うー回復してアークが動いて回復する。ちょっとここ止めたいんだけどな。おナイス止まった止まった止まった。ナイスナイス。さて割ってだいぶ剥がされた削られた。落としたい。これ落ちたでしょう。神ならリモでよし。さあここからはアタッカーがシャムネコさん落ちたのでオリオンの暴走次第かなと。水パンダで持ってけ。オッケー。よし自己要素はなくなったかな。超耐久ですからね後ろ2体も。ありがとうございます。よし2勝させていただきました。ありがとうございます。はい、というわけで、私の2回戦じゃない3回戦進出が決まりました。ありがとうございます。ですが、ここからが一番楽しいところですからね。3本目いきたいと思います。3本目は、お互いにアイデンティティである光アーク闇アーク使っていきたいと思います。いやこれ嫌な予感がするんですけど。マジっすか。いやもうここは乗りましょう。3本目は3ポイントと3ポイントということで、この勝負に勝った方が勝ちという形になります。よろしくお願いします。いやー怖いよ。闇アークは後で、ピックしようと思います。先にちょっとできる限り自分の場面を揃えたいですね。セアラセアラセアラお持ちなんですね。セアラアイリス。ちょっと待ってちょっと待って。ガチピックがガチすぎる。そうあマジですか。それはねちょっと聞いてないから。やばいなこれは。やばい。それはね聞いてない。えマジで。勝てんぞ。ちょっと待ってこれは勝てないと思う。ちょっと待って。勝てないと思うこれ。ちょっと待って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 。どう。いやーこれきついでしょ。もうこれセアラしかないかな。そうなりますよね。いやーアイリスはぶっ刺さってんだこれ。これはちょっと待って。これは本気で負けた気がする。よろしくお願いします。早い。うわーガレンね。これは行動順が違ったな。ちょっと待ってくださいよ。これはちょっとやばいっすよ。クリリス振ってんだよな。一回話しておきますか。いやこれはまずいでしょう。
全力でまずいと思う。これどっから行くべきなんだろう。ちょっとここ行ってみますか。うわ、勝てぇ。いやー、きついなこれ。いやめっちゃ寝る、めっちゃ寝る、めっちゃ寝る。やばいな、これでも一回起こすしかないな。あ、でも反撃か。いやー、これはまずい、これはまずい。ちょっと待って、これクリ出さないで。いやー、ちょっと待って、やばい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 。勝てない。これは勝てん。いやー、これは負けたっすね。これは強いですね。これどんどん削ってきますよね、そうなってくると。いやー、いい火力出た。いやこれは勝てん。いやー、これは強いっすね。いい火力出しましたね、こっからね。暴れる。いやー、これは苦しいですね、ちょっと。暴走もしないですよね。いやー、これは苦しい。いやー、スタンしないで、ここ暴走してほしい。しない。強えな、これは強い。これは強い。こっからは持っていけないか。暴走する。いやー、ダイアナ強いな。いや、このパーティーは強いっすね。こう一切無駄がない感じですね。そうですよね。勝てー。どうしても誰も全員ゲージ上がってきますもんね。これはきついっすね。これは勝てないっすね。頑張りたいところなんですけどね。ちょっとこっからはきついな。これはめちゃめちゃバランスいいですね。これは苦しい。いやー、強い。一体持ってない。いやー、やれましたね。はい、ありがとうございました。いやー、強い。いやー、完敗ですね。はい、というわけでですね、シャムネコさんの3点、私2点ということで、シャムネコさんの勝ちと、いうことになりました。はい、3戦目は本当に素直に D
力負けですね。まあ、1戦目2戦目はこう縛りを入れて戦った感じですので、3戦目が一番こう実力が出るところで、本当に完敗をいたしたところでありますので、はい、素直に負けました。三笠さんすいません。あとは、シャムネコさんに頑張っていただきたいと思いますので、シャムネコさん本戦も頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。シャムでした。